お疲れ様です。ラットでしたけど、今回もね、クロシロやっていくんですけど、今日はね、もう、小屋なんか使わないもん。小屋使わない。もう一瞬間ぐらい小屋動画ばっか出して飽きた。もう小屋ね、僕が飽きました。多分視聴者さん負けたと思うんですけど、僕の方が飽きましただけで、今日は高回転の、4Cディガーロケデッキをね、はい、使っていこうかなと思います。なんか前シーズンマルチでね、上手い人たちがめっちゃ使ってた。で、今シーズンも若干生き残ってるかなっていうので、やっていきます。もうなんかね、もうミニペが、もうミニペ端前をね、めっちゃ投げていきます。イメージとしてはね。まあ、そんな感じと、あと、胞子が死んだ瞬間に、すぐ2体目の胞子が毎回出るイメージですね。なんで、胞子を若干延命させつつ、みたいなね。まあ、何言ってるか分かんないと思うんですけど、やっていきたいと思います。もう眠いです、ワイは。もうね、今日はね、ちょっと眠いですね。ほんと、さっき、洗濯物をちょっと押しましたね。2時ぐらいに、夜のね。あさってかな、てか10日か。10日ぐらいに岡山に帰ります。なんで、まあ、単純にね、ちょっと、彼女に会いに、はい、岡山に帰るんですけど、岡山に帰るにあたって、ちょっとね、洗濯物を回しとかないと、服がないの。洗濯機の中にいっぱい入ってるんでね。はい、洗濯しないとっていうので、さっき急いで洗濯して、ほうし、何やってんだよ、お前。さあ、もう寒いのに、もうめっちゃ寒いですね。なんか最近寒いじゃないですか。頭おかしいぐらいにね。なんか、でも昼は結構なんか気持ちあったかいんですよね。寒いんですけど。冷たいが正解なのかな、寒いより。まあ、みたいな感じでね、ちょっとさっき洗濯物干しましたし、今日はね、漫画喫茶にも行って、もう僕はね、体がすごい疲れてるわけなんですよね、今。なんで、もう寝たいんですよね。非常に。なんですけど、やっぱ動画をね、撮らないっていうのはマジでこうもうね、本当に生きてていいのっていうぐらい罪が重いですから、僕はちゃんと今動画撮ってるんですけど、さあこれね、チェーンスケラーはね、言っちゃうとね、結構しんどいんですよ。 OK、 これもね、ミニピ流します。でウッドで、んー、欲しい星のレベルが若干足りない気のせいか。さあ、まあこんな感じでね、頑張っていくんですけど、なかなか苦しいですけど、まあ勝てないこともないですね。ベビードラがね、若干厄介ですけど、ウッドですね。上手い人は、ウッドとスケラの使い方がアホみたいに上手いんですよ。ウッドスケで、基本的にスケラを防衛しますね。ウッドスケで。マジでこれ、本当に。何も嘘ついてないですからね、僕。ウッドスケですね。マジ。ウッドスケでほら、守れるんですよね。ウッドスケなんですよ、上手い人。で、あのボムタワーが消えてくれたら、僕はね、ディガーミニペで削りたいです。ふぅし。いやー、勝てるかな、これ。勝てるかな。やべ、喉乾いた。動画撮影中に喉乾いたなんてことある。やべ、おっきい。いや、こういうことなんだね。ミニペで削っていく。これもうミニペで削っていく。さあ。こんな感じで、スケル気がない中、おい、いいよ、いいよ、あん。こう一回アイスプレ止めて、オキオキタワーに入ってないでしょ。これウッドからの好きですね。これウッドスケなのよ。もう上手い人、これでほぼ守れるんですよね。ミニペで、オキオキケ。で、これなんか、で、何で受ける思いは。これね、もう稼ぐ、稼ぎたい、稼ぎたい。稼ぎたいの。オッケー、あー、待って。気づけ。お、待って。いい。ナイス。あはん。キノコ、もうちょい頑張れ、お前。よしよし。オッケー。もうね。で、紙ウッドからの、でもこれ、だって、ちょっと上手くなってるかも。これちょっと練習したんですよ。さあ、問題はあとは、ロケットウッド圏内ぐらい。もう行きます。ロケウッド圏内だよ、これ、多分。え、俺の間違ってなければ。勝ったー。危ねえ。チェーンスキルちょっとむずいですね。でも立ち回りが。もうウッドですね。こうなんかね、
ウッドとスケの使い方、スケラに対して適当にこうスケ出したら、あのね、スケラが出てきた、声が今変だった、スケルトンね、こうプププってね、一瞬で消えちゃうんですけど、ウッド打って何もいないところに先にスケが出とけば、若干タイマーやっぱ勝てるんですよね。あの先出し有利みたいな感じ、先に出てたスケルトンの方が先に殴るんで、一方的にやっぱ若干生き残るっていうので、ウッドからのスケか、スケラ来た瞬間の先置きスケですね。それをするだけですごいスケラに対してね、防衛力が変わりますね。圧倒的。ウッドスケ入りのデッキは結構ウッドスケ、まあ、スケウッドをね意識するだけですごい変わると思います。いやー、これは結構ガチですね。これだけでスケラに勝てるか勝てないか大きく変わると思います。このデッキだって僕スケラ使ってる時に絶対勝てる相性だと思ってたんですけど、意外となんですよね。意外とエレキ、待って、喉が開いた。エレキメガゴーダクプリ、今んとこね、メガナイト、メガナイトかも。今んとこメガナイトローフグなんですけど、あのポイズンだったな。いや、わかんねえな。ジャイか、ジャイっぽいっすね。うん、スキラかーい。なんでやねん、このスキラきついね、マジ。ウッドからの、まあ、アイスピ、まあ、ここアイスピでいっか。これ見てわかる通りね、スケルトンの人絶対きついの。さあ、で、ここで、まあ、ディガーを裂くのは大事ですね。これで絶対無視できないんで、相手は。ユニット裂かせて、メガゴ、若干遠距離だな。まあ、こっからですよね。ロケット削りは、最後まであんましたくないですね。あとはミニペッカを攻めで使っていきたいですね。ここはまあウッド裂いていい気がするな。ウッド裂いて、多分若干ノックバックしてくるから、そこを延命しつつ、ここですね。ここで延命して、ディガーをつなげることによって、で、最悪ここの方針が処理されても、次2周目の方針が回ってくるっていうイメージですね。ミニペッカ、ヤンキーしろ。おぉ、ヤンキーした、本当に。お前、優勝か？あー、真面目だったね。はいはいはい。さあ、ウッドで、うわ、最悪。そんなことある。ウッド使ったしね。いや、これでも守んないと負ける。ここを守れるか守れないかが大事。うーん、いやー、痛いよ痛いよ。バーバリアン、バーバリアン裂いてくれねえな。で、ここミニペディガーすれば絶対バーバリアン裂くんですよね。でもその瞬間にジャイスから来て俺が詰むっていう未来が見えた。あ、待って、ちゃんとしてんね。これ奉仕で、いや、ここでも来ますね。ミニペ構えて来いよ来いよ、なんで来ねえんだ、ちょっと待って、来た来た来た。もう守る守る、耐える耐える耐える、耐えてくれ耐えてくれ。ポイズン圏内ぐらい来てるかも。これミニペで絶対バーバリアン来る。あ、でも右にも相手つかないと、え、ワンチャンワンチャン、右か左どっちか事故る、右か左どっちか事故る。マジでマジで、ポイズンだけじゃ落ちない、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 事故る、事故る、事故る、ロケット圏内、ロケット圏内、来て来て、お願い、お願い、欲しい、お前の、あ、うぃ、ラッキー。ラッキー。正直今、ポイズンザップまで打たれて負けたと思ったけど、まあ相手はあれですね、ちょっと。ちょっとね、あんまこう言うとね、言い方悪いかもしれないんですけど、やっぱこう、間違ってる相手ね、厳しく言わないとね、こう、やっぱ成長できないんで、もう一回ね、小学校からやり直しなさい。ポイズンプラスザップのダメージ覚えてきなさいって感じですね。さあ、ダニエル君よろしく。ダクネ、ダクネ、ゴレ、ジャイ、スケラ、ラバー、ラムライダー、スケラ、めっちゃ入ってますね最近。なんか下方されたのに使用率上がってますからね、謎にね。もう下方していいんじゃない、もう一回ぐらいの勢いですけどね、今使用率だけ見ると。アイゴレ、ダクネ、ビビ、スケラっぽいですね。お、またスケラ来たの、嫌なんだけど。スケラの場合むずいんですよね。あ、え、急な裏切り、急な裏切りだよ君。わー、最悪。しかもしかもね、
いやーよく耐える。痛い。落ち着け。ミニペベビー。ミスケラ。なんだこれ。え？待って、スケラ多いな。一戦目も、あれ？楽ね。まあまあ、落ち着け。こっからだ。こっから勝つんだ。でも、俺的には左サイドに行かないといけないんですね。ずっと右サイドばっかしてると、結局この胞子がポイズンで焼かれるのが痛いんですよね、マジで。で、これですね、ここ。オッケー。お前あっち行って、あっち行って。ここでミニペッカで攻めることによって、防衛させて、スケルトンラッシュ打たせない。え？違う。聞いてない、マジで。なんで？どうやったらそんなデッキになるのかな、マジで。胞子？うっとしたい。コーストない。うっと。お、胞子、避けてる。お前、ナイス、12。浸るなよ、そこまで来たなら。さあ。左サイドに転換してくれたらすごいありがたいんですけどね。いや待って、むずいね、これ。もうね、砲手延命するためにね、こういうロケットもね、たまに大事になってきますね。さあ。これちょっとやばいね。さてはもう相性悪いみたいなのかな、ミニペッカだと。あの、俺の砲手がめっちゃ角っこ、端っこいる。すげえ、あいつ、ポイズン避けてた。一瞬だけね。もう気づいたらミニペッカパーティー。ソーセージパーティー的だね。知ってる？いや、勝てえな、おい。いい防衛すんね。さあ、そろそろ、僕もでも攻めますよ。アド。これ、エリゴレ釣られんのかな？あの、ポイズン打った瞬間、ワンチャン無理。じ、これ、アイゴレもあんのね。アイゴレ、エリゴレ。ああ、やばいじゃん、これ。もうだって見て、絵が地獄。ああ、なんだこれ。俺、悪いことしたかな、これ。なんか、きついよね、これ、絶対。教えて、これ、絶対無理やね。あはーまあ、これはね、一つ言いたいね。あと、10戦やっても1回も勝てねえぐらいかも。いや、わかんないけどね。いや、きつい気がしますね、これは。ちょっと、はい。というわけで、こういうこともね、あります。まあ、スケラがちょっと、今日全部スケラでしたね、偶然。ちょうどスケラ嫌だったんですけど、偶然来ちゃいましたね。というわけで、これね、まあ、そう、ウルトラがまあ、あんま2枚か。言うほどですけど、まあ、良ければね、ちょっと高回転好きにはすごい面白いデッキ、枯渇とか使ってる方とかね、よければ使ってみてもらえればいいかなと思います。ウッドの使い方ね。ウッドからのスケ。スケからのウッド。はい。これ、覚えるだけでスケラに対して絶対立ち回り、もっと勝てるようになると思うんで。ぜひ皆様頑張ってください。というわけで、もう眠いので寝ます。お疲れ様でした。バイバイ。